ご視聴ありがとうございます。ハレリアの大久保です。始まりました第32回、NTC 対戦バラエティハレリアコンバット。これが公開されている頃にはプロツアーが今開催されているタイミングだとは思うんですが、こちらでもご覧の対戦をお送りしたいと思います。で、今回の対戦相手はなんとこちらの方です。ありがとうございます。現場の松田です。お願いします。でもよろしくお願いします。お願いします。いや、こんなモダン神とね対戦できるので光栄です。結構にお会いする機会があって、あのインタビューとかでいろいろお世話になったりするんですけど毎回なんか困るの作らない、いろんなことを僕が松田幸をいじり倒すという形式でやらせてもらって、好きやらせてもらっていいですか。僕は楽しいって答えてる前もあったんですよ。松田さん、そうです、松田さん今日楽しいですかって言われまくって、楽しいって答えなきゃいけないなってのは以外だったり今プロツアーが開催されてるわけですよ。もし松田さんがプロツアー出場されるとしたらモダンだったら何を思ってます。本当にデッキ30くらいあって、はい、どのデッキに当たるかで噛み合いが激しいゲームなんですよね。その K そうですね。噛み合いの K、 すごい目をパッて開いたモダンの K のゲームなんですね。 K がやっぱり必要になると、なるとトロンとかね、トロンも悪いですね。例えばマーフォークとかも使いましたね。確かに確かに、マーフォークはロードが1枚増えて、あとクメーラとかも、そうイサラと僕が新しく入ったのがね、そこが気になるところです。そんなわけでもうぼちぼち対戦に行きたいかなと思います。はい、ちなみに本日モダンをやるつもりなんですけど、何 T ですか。ゼロなんですよね。ゼロ、ここでね、本当は 4T でね、 4T 忍者ってことで作ろうと思ったんですけどね松田さんが何を使うのかちょっと楽しみにしながら対戦に移っていこうと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。これはちょっと何のデッキかわかんないと思うんですけど、これだけ見てもまあ悪くはない感じですね。そうですね、キーパンと思いますよ。まあ音名、まあスタンシェン、してんね、スタンシェン、スタンシェンってことだね。うん、よろしくお願いします。じゃあお願いします。いきますよ。はい、どうぞ。森いきます。はい、森。レイクの調和ってしですか。レイクの調和ってしょそれは禁止カードのはず。いいですか。M です。はい、じゃあもう普通出来だった。どうかな。おおおお、はい、あの何しようかで、話をします。よろしいですか。はい、どうぞ。いきます。いいっすね。まず途中受けます。はい、で組み立てくれ。ほう、嫌だよ、考えたけど23です。はい、23参加します。いや、大事ね。バーンのキャラゲームもらえる。それはもう、あのデッキ以外ありえないのでは。いや、いろいろありますから。赤出します。もう強い国の。ワークス。おお、はい、までやって終了。うん、まだだけは。ここで仕方がない、フェッチを現れてしまって、はい、チキーは22ヒムールカラー。ここですね、仕方ないで受けてしましょう。もう秘密兵器を出すスタン禁止ない義務を禁止カード、禁止カードの名称。そうですよ、これ。いや、強いんで、こいつもうなんかのトゥルーです。いや、もう嫌な予感するな。エネルギー7個か。エネルギー7だけど間に合うから。全然間に合ってねえけど。みんなもいいの、みんなもいいの。今まで復興のトマトをプレイします。おー、4マークで、終了します。ノーグラッチ、メイングラッチだったら負けよ。じゃあ、ゴールします。グラッチしたい。震える。うーん、グラッチ、それは負ける。うーん、やるか。ハジエネルギー、はい、飛びますか。よし、来い。どうだ、来い。ハジエネルギー使っていいですか。どうぞ。プレライン、来い。1、2、3、4、5、6。ね、そうですね、とりあえずじゃあ、ピュアスしていいですか。いやー、ゴールサーキングに勝ったんで、ゴールサーキングに来てもらっていいですか。はいはいはい、ゴールサーキングですね。ゴールサーキングお願いします。じゃあ、とりあえずこれで0吉が解決され、で、ラクールが場に出ました。まあ、通ります。まあ、ここもじゃあ、はい、エンドしますかね。じゃあ、次回ります。どうします。
楽しそう、そっとデッキ。オフェンスキルとね、エネルギー1円ですね、これ。オフェンスキル2円ですね、これ。ずつ戦闘、まあ、大抵ですか。はい。6で。はい、そっちだけで大丈夫ですか。あ、もちろんいいです。私がライフが5になりました。6。もうね、グリなのよ。あ、また全部壊れましたね。この辺を。OK です。ちょっと、下でいきます。サクッと3でまず1増えて、はい、3増えました。7です。じゃあ、入れました。はい。これ1です。やります。1、2、楽しいですよ、これ。青ボール。いつもの入り口。すごい。そんなものまで入ってる。いやいや、いつもの入り口は立ってたのに見えへん。はい。冷めましたー。チェック。ここでね、モダンらしいパッと登場。話終了。まあ、登場で。すげえ、モンガード。さすがに、ね、禁止カードそんだけ入ってたら負けるわ。もう全部下であらしいですよ、これ、実は。これがキーカードですね、今回。はい、じゃあお願いします。まあ、まずアーティファクトラボから。はい。まあ、ミシュラのバラクタコパーで、ね、一気にすでに、まあ、はい、で、キコノさんのことでして、了解ですね。これもキーカードまあ、そんな気は基本的に悪さするから普段グラッチ上げてほしいけど、グラッチ切ります。19で、グラッチしたいメニュープール、はい、17から、まあ、極楽章。ここはモダンの動き。モダンの動き。モダンから、マッケンです。やったか。けど、だから、メンマーホイール。から、3マナ。はい。4マナ。4マナ。同じ駅。大和周辺ですかね。大和周駅。クリーチャーの攻撃が通ると宝物を出すんですけど、あちこちで5個以上あるときにエンドステップに変身する。変身すると、はい、可能。あ、普通にやってエビにしてほしい。では今ね、1、2、3、4なんですけど、はい、それでパッとなると、はい、了解です。で、3種用に変身。はい、じゃあ、変身するのは了解です。変身されたと幽霊があったらな、僕も幽霊があるはずなので、どうします。これでここでね、あとは幽霊があったら勝ちなんや。いや、ならずもなんすよね、これ。とりあえず、2円で割るの5エンドステップに4マナ、はい、まあ、ドレイラーかけるからね。4マナ出て、逆説に結果で、まあ、3番当てて了解です。で、スピードロー。あー、いいですね。逆説スコーンが上がるなんだろう。はい、3番あります。はい、どうぞ。まあ、回って、頼むこれ、まあ、ゼロマナファクトを回避していって、はい、ガラファイパーをして、あ、そう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 、あー、これフリップしたんですか。確かに、すいません。で、飛行、はい、これ伝説なんですか。これ伝説です。7マナ出しました。はい、じゃあ、アンタップ6から6の木、はい、6木でアンタップして、もう1回7マナ、はい、で、たくさんマナが出たところから X7、X まで今13だから10で自分に全然です。はい、10枚やばい、いや、10枚やばいですか。ちょっと広げんかいったらリザーラして、4パーで2ミドル指定なんですか。指定は、まあ、霊吉の脅威。霊吉の脅威。霊吉の脅威ですか。いや、霊吉の脅威。霊吉の脅威。霊吉終わった。出します。はい。くぅー。カステ。はい。1、2、3。これ指定されてましたっけ、確か。指定されてます。どっちでもいいですね。これ、ちょっと待ってます。はい。からの3で減。3で減。え、超えねんだら。20。惜しい、これ6で出てきて、これ1通り。残念。マジ。はい。じゃあ、17。返します。
てターンを当てる。なるほど。まあ、まずはこれを当たったと。はい、9番ありますかね。で、あと3、9、5、6、7、9番なんですね。その前に、うん、なんか関係ありますか。先にパッと出しておく方がいいですよ。はい、後々これで今10。そうですね。じゃあまずは10マナを出しました。はい、相手です。で、そのうちの1マナを使って止めた。はい。例えば、2で9です。あと9ですね。じゃあ、赤を出して、1マナ使って。なるほど。フリースも出た。2を回して。あったって今11個。で、青を、3つ。まずは決戦の石。はい。決着できます。はい、はい。で、ワンドロー。じゃあ青全部使って、はい、まずは発明品の前に四つ読む四つ読む精神読むマインドオーバーマーターを出しました一応これ知ってるんですけど説明書アーティファクト2枚をタップすることで対象のアーティファクトをアンタップするで、現在液コマの塗膜によってこれがアーティファクト化しているので、まあ、ガチャガチャするとたくさんマナが出るという一応確認の多分あと12個だったんですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12ですね。12です。あ、私たち評価です。ということで、まあ、まずは12万です。はい、12万ありました。はい。で、112。112で、じゃあ、X109。対象です。X109 対象ですか天才のひらめき。あ、頂点どこですか。お前らじゃねえ。カード引きますか。じゃあ負けです。よく負けました。ちょっとマキープするか。ちょっと怪しいハマー。ワンチャンポップ次第。負けなし。じゃあお願いします。はい、お願いします。ヘッジキまでします。いや、ボタンの元気なんでボタンじゃん。1回戦目でいくんだね。なんかスタートのシャンドバッターなんでしょ。ボタンボタンなんでね。ボタンの元気なんでボタンじゃん。1回戦目でいくんだね。なんかスタートのシャンドバッターなんでボタンなんでね。ボタンじゃん。インプラあるんですね。で、進めます。はい、スクリードとか打ちます。はい、ゼロゼロ、はい、5エネルギー5エネルギー引けば、いや、これ嫌な予感する。うわ、引けず。よかった。どうぞ、引き弱い。引き弱い。はい、もらいます。あ、終了。まずい、引かれたから。引きが決してかんばし青赤。アメンちゃんと割れる BT で4つですかね。4つ
さっき違いましたっけ。4枚引いてますからね。ジアが一つジアが呼ばれます。もう一枚あるんだよ。ガラガラガラ来た。まさにバーブル。はい、いざ気持ちよく展開できたんだが、しかしこれですか。これはつってこれがね、どうかなかなガラクタで OK よ。なんだろう、はい、ライフがやばい。ライフがやばいんだ。ライフやばめ。じゃあターン終了。はい、じゃあやばった、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。うん、気持ちいい。惜しい。不足になる。はい、残り2歳だっけ。残り7です。7っすか。ちょっといいっすか。はい、ちょっとプリしてっすか。おいおいおい、ハンドからピッチャーが出せるらしいですね。はい、ちょっとうちはちょっとぶち切れてどこかね、これがね、ハンドにこうなんですよ、これ。どっち？ライフ関係ねえじゃん。バッシャー。なんでライフ切りに来たの。ありがとうございました。はい、というわけでお送りしたファイヤーコンバット、いかがだったでしょうか。今回は私がモマで、うん、はい、モマ。モマでしたか、本当は。モマです。モマで、でもこれはもうモマでしょ。トレイヤーアカデミー入ってる、精神力入ってる、はい、タイムスパイラル入ってる。タイムスパイラルましたっけ。タイムスパイラル逆説的な結果というカードが、うーん、いっぱいカードが引ける、楽しい。ちょっとね、無理があったんじゃないですかね。だってタイムスパイラル打つ逆説的な結果でハンドに戻して、また出し直してガチャガチャガチャってまたコンバットできるっていう。それはもう、誰もでもちょっとね、それを全部ですかね、ヴィンテージって終わったらやらなきゃいけないですかね。いやいや、少し先の話なんですけど、2月24日神決定戦が開催されるということで、はい、渡さん、挑戦者の方が渡辺真紀さん、最初の意気込みの方とか聞かせてもらえれば、自信全くないですね。自信全くないですね。プロってやるとき持ち込むんですよね。今のままやっとコマとリーキの距離持ち込むかなって思って迷ったか。後で松田さんがどんなデッキを使うかっていうのもちょっと楽しみな神決定戦が2月24日に開催されますので、皆さん生放送なのでぜひご覧いただければと思います。見てほしくないですね。見てほしくないんかい。最後にハリレチャンネルからもということで、現在ハレリアチャンネルでは、登録者数1万人以上集めてハレリアコンバットという YouTube スペースを撮影してみようという企画を進行中です。よろしければこちらのチャンネル登録の方よろしくお願いします。多分ね、この辺にいたらあると思うので登録ボタン、まあ、ぜひちょっとそちらクリックしていただければと思います。では今回はここまでということで、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。